フェリーチ・フィチェレッリはサンジミニアーノに生まれ、主にトスカーナで活動したバロック期のイタリア人画家である。彼の早期のパトロンはコンテバルディで彼をフローレンスへと移転させ、ヤコポダ・エンポリの下で学ばせた。このエンポリの影響というのは大きく、多くの作品でそれを垣間見ることができる。フェリーチ・フィチェレッリのセプラクセディス。フェルメールが描いたとされるセプラクセディス。 胸元の十字架のウ無など2作品にはわずかな違いがある。当初はフィチェレッリの作品とされていた聖プラクセディスだが17世紀のオランダを代表するバロック期の画家であるヨハネス・フェルメールのサインとみられるものが記されていることからイギリス人美術史家のマイケル・キットソンがこの作品をフィチェレッリの聖プラクセディスの模写であるとしてフェルメールによる新作の可能性を示唆してから 議論が交わされている。結論には未だに至っておらず、現在、この作品が展示されている、国立西洋美術館の表示も、あくまでフェルメールに帰属すると記されるに止まっている。ありがとうございます。